倉庫。この匂いは塩石じゃな。塩石？別名メルキオナイトともいう、ノースガンド領だけで取れるレアな鉱物じゃ。硫黄と混ぜれば爆薬に、油と合わせれば燃料になる。物騒なものね。本当なら疑うのは自由じゃよ。あの少年には逃げられたか。とにかく町には入れた。船関係の組合に行ってみよう。これだけの倉庫があるなら、その手の組織が荷や船大工も仕切ってるはずだ。できれば航海士も欲しい。それは激しく進めるぞ。次も漂着で済むとは限らんからの。武器も探そう。そうすれば俺も助太刀できる。だから背中の。いや、それは断る。僕は大きくなったらタイマシになるんだ。私もパパやママを守ってあげるの。違うぞ。タイマシはゴーマから世界を守る戦士なんだ。パパとかママとかじゃなくて、みんなを守らなきゃいけないんだぞ。そんなの難しいよ。そう、そういう難しいことをしてるからタイマシ様は偉いんだ。うん、タイマシ様って偉いね。まるで正義の英雄ね。普通の人間にとっては実際そうなんだろうけど。船員が集まってる。あそこが組合？お、良さそうな武具屋がある。船大工の話は任せた。男って生き物はおもちゃを見ると我慢できんのじゃな。ここ、船の組合？ダイルめ、悪あがきをしやがって。まったくだ。あいつが死んでいれば、こんな面倒なことには。ねえ、ちょっと。船の修理を頼みたいんだけど。悪いが、今はできない。なんで？商船組合は業務を停止しているのです。清涼大魔師、テレサの名において。テレサ様。二号、口を聞いていいと許可しましたか？テレサ様、
我々へのパスはいつまで続くのでしょう。全部ダイルがやったことで。ダイルが遠赤の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために清涼が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド領がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。いやはや、これが清涼のやり方か。窮屈くつくつの世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはゴーマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。タイマシでなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。撃てる手は撃っておこう。航海士も欲しいの。用意しておいて。さて、六郎の方はどうなったかな。武器屋に行ってみるか。Thank you.
ヘラビーサにいる間はゴーマに襲われる心配はしなくていいぜ。ここは聖領の一等大魔師テレサ・リナレス様が守る町だからな。へえ、大した人なのね。そう、小説の大魔師と称えられるお方だよ。氷のように冷徹で雪のように可憐、まさにヘラビーサにふさわしい秩序の騎士。この町がかように白く美しいのはテレサ様がおられるからこそなのだ。正しき秩序を乱す者は人もゴーマもあの方の一別で魂までも凍りつくだろう。いかにも大魔師って感じね。ははは、俺もあの冷たい瞳で汚れたものを見るように見つめられたい。テレサ、マイラブ。こんなのを放置してるってことはまるで隙がないわけでもなさそうね。掘り出し物を見つけたぞ。ひどく錆びていたが研ぎ直してみたらなかなかの技物だった。まさか投げ売りの品にそんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか？わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。お、ヤクがいる。知ってるか、ベルベット。ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな、よく噂されたんだ。嵐月に過ぎたるものが二つあり、ヤクの兜に太刀強乱ってな。あんたの家って嫌われてるのね。お、そうなのか。心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないな。聞いたか、商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が町の中で、どうしましょう。心配はない、すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すしかないのよね。むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね、そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃない。
一丁目の提案は分かった。我が三丁目と連携して二丁目を撃とうというのだな。いかにも遠行近行の刑だ。なんだか物騒な話をしてるな。敵の敵は味方か。確かに貴公ら一丁目と我ら三丁目が手を組めば二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くくく、一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと一丁目と三丁目は総力を挙げて私有を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が撃つ。これぞ漁夫の利、二個教職の刑なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。うう、寒い寒い寒い。普通の寒さじゃないよこれは。そりゃあヘラビーサは北国だけどね、私が子供の頃はここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷もこんなにひどくはなかった。ああ、それは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ。寒冷化。そう、それ清涼も世界が寒冷化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、巻き台も雪かきも大変だよ。まったく、その寒冷化ってのは誰がやらかしてるんだい。少なくとも私のせいじゃないわね、それは。立派な船ね。だろう。王都のあるミッドガンドリオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは清涼が開発した新しい爆薬の原料でな、そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが、人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えてヘラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船王都に行くのよね。頼んだら乗せてくれる。そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には清涼の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが清涼が決めた規則だ。人間が生きていられるのも清涼あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。やれやれ、どこまでも氷と雪ばかりだな。寒いの？いいや。お前はへそでも冷えるのか？別に。っていうか、どこ見てるわけ？おっとすまん、そういうつもりはなかった。そうか、お前はまだ恥じらいとかそういう感情が残ってるんだな。お前はって、じゃああんたは？ああ、人間らしい感覚がだいぶなくなってる。
ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないがな。相変わらず浸水もうまいのもありがたい。そう。一気に片付ける。その程度で。随分変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーなもんでな。いざ参る。そこよ、飛炎連結。見切れるか。そこよ、飛炎連結。そこよ、クリア。そこだ、次、そこだ、効果力とその程度で呪い。そこだ、勝負ありだな。集落がある。引き込みしてみましょう。居合わせてよかった。でも次に襲撃があったら。タイマシ、まさかダイルが。違うわ、トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの？これは現実をかみしめていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは清涼が警備を放棄しているせいです。全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが清涼の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でもこれが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。清涼巡察官、一等隊魔士エレノア・ヒュームです。ご用件は？ヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。タイマ氏の人、帰った？おう、帰った。よかった、これで食べられない。食べられる？知らないよ、ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ、これあげるから。わかった、約束だ。北の洞窟か。しかし意外にタイマ氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか。
しない、何の味も。うん、手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。待て、孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。分かっている。お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。料理できたわ、一応。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか。好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな、もしかしてお前味を感じないのか。ちゃんとわかるわよ、血の味だけはね。それ以外は何も。満腹感も感じないみたい。見たいって初めて食ったように。初めてよ、ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ。わかるでしょ、あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ、私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる、それで十分よ。この村はヘラビーサに比べて随分さびれてるんだな。ここは聖領の命に従わなかった者、罪を犯した者、秩序の枷に馴染めない者、今の世界に捨てられた者たちの村だからな。聖領の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ。そうだ、もっとも聖領は断りと呼ぶだろうがな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来姿を現した大魔師たちは溢れたゴーマを制し人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張るやつは切り捨てる。なるほど、断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。聖領は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だからわしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは大魔師が万能でも無敵でもないってことよ。立派なヤクだ。なかなか愛嬌のある顔をしてるな。顔近づけない方がいいわよ。お、なんでだ。そうなるから。ヤクは食べたものを反芻しながら消化する動物でな、むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ、家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。
清涼の巡察官か。王国の各地を回ってゴーマ対策の状況を確認したり、大魔師たちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか、志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん、ただの一般論さ。そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの？一歩引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん、使うだけだ。お清めでもするつもり？そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな。刀身と柄を止めてる目釘が緩まないように、戦いの前には湿らせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。